トラック20、80名の一般職員と。スタートから3分46秒が経過をしました。
が間もなく最終コーナーにトップルーツが入ってきます。中島がさあどうだ、リードがどうしようか、リードが必死だ、そうするか、ちょっと嫌がられたら流れていくのを渡せ、この2人の最終コーナーに合体が中島がやはり成長とかなり優秀発表しています。渡せが今の中央に発表この周囲に入って中島さんが佐竹を少し離すにかかっている。スタートから4分30秒がついに追い倒しました。レース中盤戦周回数は30周目ガンコーナーを立ち上がってスープ。ここもリズムを崩すと大きなお二人になってしまうんですが、人気よくこの前日通行するでしょう。現在カッパステルは411番の川上、そして4番手が4番の高橋と続きます。高橋さんの袴田、61番の橋本、49番の米田、15番の柳瀬と、それぞれの中でポイントを上げたり上げ下げたりと全部通路を展開していきます。今回3周でさあトップの中島、ただ、リードを広げていくことになるでしょうか。その中島を迎えたい72番の佐竹亮が、トップを走る中島が、トップ最終分、1台、先頭しています。64番が先頭です。松井春。さあ、ちょっと最初は見ましたね。落ち上がりました。さあ、この横、トップが通過、中島、そして佐竹、さあ、タイヤ遅い、これはサイドバイサイドを迎えようとする4番の高橋英二が前に立った。高橋英二が第3位、川上第4位、東島が接戦です。川上キャッチ。さあ、東京を走る2番の中島翔太、中島翔太が15回東京都へ練習する中、ダッシュが山幅に来て85、そして第71番の佐竹亮が13回埼玉県北部の地域に練習する山、ダッシュが練習で85へ進む。先ほど、バッタ前に上がりました3番手であって4番の高橋英二、14歳、山田市で橋バーナークロスパーク勝ち馬レース勝ち馬は橋バーナー1の85です。さあ、スタートから7分10秒が経過していきます。周回は40名、現在5番手を走っている412番の川上達史15歳大阪府、ロボステーションと藤原タイヤ MF、 マシンはヤマハワイルスト85。さあ、太陽が進んでいきます。ですが、何になりました、当たるではありますが、最高でトップを走っていく中島翔也、スタートから7分、まもなく50秒が迫って最終して先頭、17番ですか、17番の感動か、17番でと、数えるか、足を起こしました、これから再スタートでしょう、数えかいった、そして現在初めて先頭を上げてきた40番の松田和也、10番手で7番の池田塚、10番手で68番の橋本、
さあ、レースは中盤戦、スタートから9分10秒がまもなく過ぎます。周回5周目、しっかりと移動していこうという予選ナンバー1、中島翔也、先ほどの週ラップタイム1分58秒0、そして第2位の72番佐竹亮がラップタイム先ほどは1分58秒5。そして3番手高木優子がラップタイム先ほど1分57秒7と前に佐竹との差を大きく詰めながらいます。第2の佐竹からは1秒6の遅れがあります。高木優子、しかしそのことを手を振るところ、さあ今トップ1番の中島が通過、そして今ようやくスタートから10分、この次にトップが戻るとエルワンドコードが封鎖されます。際どいところでもう一周入りました。中島、第2の佐竹、そして第1回の佐竹、第2の川上に乗りました。第5の高畑のタッチとドバッグで次の周に入っていきます。さあ、そして2人とも決戦が行われている6時争い、6番手には49番手、4番手が7番手、7番手、そしてもう一度変わらず、前にバックマーカーが見えました。7番手もさすが前に出ました。これはまた本戦状態、6秒といわず決戦です。49番手、4番手、7番手の3手、8番手には20番のマッチが10番手に入っていきました。10番手6番の8番を通過します。すでにスタートから11分が経過をしています。この次トップが戻ると残り1周のボードが出ます。ジュニアクロス決勝で10分プラス1周7分、10分経過目前でトップが1ジャンプを通過しました。さあ、これだけトップの中島がハイペースで見えているということが言えるでしょう。中島翔也、その追いかけたい佐竹亮が、しかしその差は5秒6秒広がってしまっている。さあ、最終コーナー、今 L1 のボードを出されました。1番の中島翔也のトップでファイナルラップ、ラストラップを迎えました。そして72番の佐竹亮が、そして412番の川上が3位に上がって最終ラップを迎えます。第4位に4番の高橋と変わっています。バックマーカーが進入をして、ここらへんポジションが変わったのかもしれません。そして監督の第5位赤旗の最終ラップを、さらに6位争いですが、6位争いは49番、7番、49番の米田、7番の佐世、変わらず最終ラップ、しかしその差はほとんどない状況。さあ、佐世が進行をよく行くか、行こうが、しかし内側のラインをキープしている49番の米田、6番手を守って埼玉トヨペットキャンプ、これから松木志向が向かっていく6位争い。さあ、なんとか佐世が勝負を仕掛けたい。前にはバックマーカーがいる。6位争い、最終ラップの攻防戦が今週展開されていきます。さあ、その間にトップを走る1番の中島、バッテンダブル、ここを抜けて8コーナー、そして9コーナーに向かっていきます。大きな大きな差が出ました。最終72番の佐竹亮が、このコーナーから10コーナーへ、そして11コーナーに1つの中島が立ち上がろうとしています。さあ、2番手が変わったかもしれません。
Thank you.
優勝ゼッケン1番レーシングチームタカ中島宗也選手。第2位ゼッケン412番モトスペースアート藤原タイヤ MF 川上達志選手。そして第3位はゼッケン72番ボスレーシングウィズ KTM 福山佐竹